こんにちは、ひろちゃんです。ビニールハウス指導の時のコメントをいただきました。ひろちゃんなりのもみ殻米ぬかの比率を教えてくださいということなんですが、私が土作りの初めの頃はもみ殻をまずたくさん入れます。土の上に 4,5 センチぐらいの厚さでもみ殻をたっぷり入れます。その上に米ぬかはたくさん入れてるように見えますが、ほんと 2,3 ミリぐらいです。薄いです。それの比率を今ちょっと計算しましたところ 4% ぐらいになってます。最初の年はそれで作物を作って、追肥の状態にもよりますけども、作物の出来を見ながら次の年に同じぐらい入れるかちょっと減すかっていうのは考えながら入れてます。多分減していると思います。一番最初の時ほどは入れない、でも他の人が見ればたっぷり入れてるように見えるかもしれませんが、自分なりに前年度の作物との出来具合を考えながら減してはいると思います。比率は同じぐらいでしょうかね。もみ殻が少なくなれば米ぬかもさらに少なくなりますので、比率としては同じぐらいかもしれないですが、前年度ほどは入れてないと思います。もみ殻をたくさん入れるというより、一番問題は米ぬか。米ぬかの入れすぎが土の中で発酵するときは、たくさん入れれば入れるほど発酵さす期間を長く持たないと、今度植物を植えた時の根の活着がいいか悪いかの問題に関わってきますので、たくさん入れたら期間を長く持って、さらに何回も何回も土と混ぜ合わせて発酵を進めていく、植え付けの前に土の中で米ぬかを発酵さすっていうことが大事だと思いますので、そこは注意をしています。そんなところでわかるでしょうか。ありがとうございました。2個。